はいどうも、船さんです。今日はですね、経済のね、お話これまでたくさんしてきました。で、僕はですね、このチャンネルでずっとね、その一つの要素を組み込まずに話してきてたんですよ。で、それが何かっていうと金利の話です。この金利というものをとりあえず横に置いた状態でまずは考えていきましょうという解説をずっとしてきました。なんで金利の話を今までしてこなかったかというと、単純に金利を、まあ、こう加味して考えるとちょっとややこしくなるからなんですね。なのでまずは金利の話を置いといて、で、まあ、単純なね、お金の流れであったりですとか、国債の流れであったりですとか、信用創造という部分のお話とかをしてきました。で、今日はですね、まあその、まあ苦手だなという人とかもね、たくさんいるのがこの金利の部分ですよね。で、まあこの金利について今日はお話をしたいと思うんですけれども、皆さんね、金利ね、ちょっとややこしい要素だなと思ってる方、大丈夫ですね。金利はものすごく単純に考えていただいて結構です。重要な金利という概念は2つ、2種類あります。で、この2種類、まず1つ目は国債の金利。国債の金利です。で、もう1つというのは銀行の金利ですね。まあ、この2つがあります。簡単に言うとですね、借りたい人が多い時っていうのは金利上がります。で、借りたい人が少ないっていう時は金利下がります。ということで、これをね、このことさえ分かっていれば、あとはポジションポジションで置き換えていけば、すぐ分かる話なんです。まず国債の話をしましょう。国債というのは何なのかというと、政府が発行する借用証書ですね。いわゆる、こう、お金と交換する証明書ですね。政府は、なぜ国債を発行するのかというと、国民経済の方にお金を流さないといけない。ですけれども、税金では足りない。という時に、国債を発行してお金と交換をします。で、民間銀行にこの国債を売ります。で、その代わりにお金をもらいます。ね、借ります。政府がお金を民間銀行から借ります。じゃあですね、民間の銀行はなぜ国債を買うのかというところを考えればいいんです。民間の銀行というのはですね、どういうふうにして利益を上げているのかというと、例えば僕がお店をもう一店舗増やそうと思った時に、まあ自分の自己資金だけじゃ無理だと。そうなった時に民間銀行の方に行ってお金を貸してくださいと。言いますよね。で、まあ、僕に対してのね、一定の信用があると判断した時には、民間銀行というのはお金を貸しましょうと。で、その代わり、金利として、年率何パーセントの利子を払ってくださいね、というわけですよね。で、僕から、その、ね、元本、プラス利子、で、その利子がいわゆる銀行の利益になってくるわけですよ。こうやって民間の銀行は自分たちの利益を確保していって運営していく。なので、貸してほしいという人がいない場合は、もちろん利益上がりません。その時にですね、貸す相手もいないなと、これどうしようかなと、利益上げられへんぞ、このままやったら。という時に、政府が金貸してほしいって言ってたなと。ということで、民間に貸すことができひん。でも、政府は貸してほしい。じゃあ政府の方に貸そう。ということで、政府にお金を民間銀行が貸します。で、それと引き換えに借用証書です。要は、借りましたという証明書が国債ですからね。国債を発行します。民間銀行が、例えば、貸し出す相手がたくさんいたとしましょうよ。ね、民間の人たちが、俺にも貸してくれ、俺にも貸してくれ、俺こんなことすんねん、あんなことすんねん、会社作んねんとか、家買うねんとか、いろんなことで金貸してくれ、金貸してくれって、銀行に言っ
ってきた時はもちろん民間銀行は貸し出されていっぱいいますから利益いっぱい生まれますよね。ほんならわざわざ国債買わなくても民間の方でやり取りをしていくだけで十分利益が出ます。そうなると政府は予算足りひん、国債発行しようとなった時に民間銀行のにねちょっとお金貸してと、国債発行するかお金貸してって言った時に、ああその金利やったらうち民間のみんなにお金貸すんでいいですわって言って、国債の利子が少なかったら民間に貸してる方がいいじゃないですか。なのでいいですってことになるんです。でいやちょっと待ってなと、ほんならもうちょっと利子払うからお金貸してやって言って国債の金利が上がっていくんですね。利子が上がっていくんです。ということはこれどういうことかっていうと、民間銀行がお金を貸し出す相手が多ければ多いほど国債の金利というのは上がっていきます。これイコールで言うと景気がいいと国債の金利というのは上がっていくということなんですね。民間銀行の金利ですね、民間銀行の金利もう先ほど言った内容と同じです。民間銀行も貸し出す相手が多ければ多いほど強気な態度出てきますよね。貸してほしい、貸してほしいっていう人がすごく多いと、ああじゃあ、あんたほんなら金利何パーセント払ってねっていうね、ちょっと強気な態度に出てくるわけですよ。でもうこっちもね、もう金利それでもいいから貸してくれって言って、みんなこうね貸して貸してっていう、これ景気いい時ですよね。ただ景気悪くなるとみんな、いやどうせ事業やってもどうせビジネスやっても儲かれへんしとか、いやどうせ土地代どんどん地価下がってんのに、その今こんな時期家買うてもそこ元本割れして損するだけや言うと家も買わないね、車も買わない、お金そんなにお金使ってられへんって景気が悪いとね、なら銀行は貸し出す相手がいないんで、いや金利もっと安くするから借りてって言うわけですよ。でガンガン金利が下がっていくんですね。はい、これが金利のシステムです。なので不景気の時というのは金利が下がる傾向にあります。これは民間銀行もそうですし国債の金利もそうです。逆に経済が沸騰している時というのは民間銀行の金利も上がっていきますし国債の金利も上がっていきます。国債いわゆるこれお金を借りた借用証書ですから、これ借用証書が多いということはそれだけ借金がめちゃくちゃあるっていうことですよね。借金めちゃくちゃ持ってる人っていうこのワードだけ聞くとなんか怖くないですかっていう先入観ありません？でも実際ですよ、例えばちっちゃい商店から始まってね、でこの店舗がこう2店舗になり3店舗になり4店舗になりで10店舗になり100店舗になりつってフランチャイズ経営になっていって、でどんどん大きい会社になった時って小さい個店やった時よりももっともっと大きい借金してますよね、この会社は。でもこの会社自体は時価総額、まあ要するに価値としてはものすごく大きくなっていてですね、このちっちゃい時よりもこの大きくなったこの状態の方が評価される。これ国家も一緒で、借金めちゃめちゃしてるやん、借金地獄やんっていう先入観があるんですけど、実は会社と一緒で国債の量が多いということはそれだけ経済が活発に回っているということなんですよね。国債がたくさん発行されると借金いっぱいあるから、そんな国のお金、そんな国の信用は失墜するんじゃないのかということで、もしね自分がお金貸す側で考えてみてくださいね。自分がお金貸す側やとして、その時にお金貸してほしいですって A さんと B さんが来たとしましょう。 A さんはめちゃくちゃ超一流企業に勤めている、まあ親もお金持ちの人、まあ、なんでそもそもそんなやつが金借りに来んねんっていうのは置いといてですよ、まあ、そういう人で、 B さんは親もグズグズで借金まみれで、で自分も、
日雇いのような仕事をしていると。でどっちも2人とも同じ金額貸してくれって言うてきたとしたら、自分としてはどっちに対して信用がありますかと言った時に、もちろん A さんですよね。 A さんの方が返してくれる可能性があるなと。で B さん返してくれる気がせんなと思った時ね、もしも貸す場合ね、貸してもいいけど金利めっちゃ高く取りますよっていうの当然ですよね。ね、100万円貸しますね、A さんには、まあ年利 1% でいいですよと。で B さんには 10% 払ってくれと。でこれ信用がないからですよね。信用がないから金利上げるんですよね。じゃあ今日本の金利はどうなのかというと、国債思いっきり発行しましたけれども、国債の金利というのはゼロ金利です。ということは国債めっちゃ発行して借金まみれやんけ、こんなやついつ破綻してもおかしくないぞっていう状態なら普通金利ポーン上がりますよ ね。信用ないんですもん。要は B さんみたいなもんですよね。ところがですよ、ね、国債の金利ゼロ金利ですよ。上がるどころか一番底ついてるわけですよ。要するにね、破綻する可能性が全くない、全くないから金利が全く上がってこないということなんですね。まああとね、もちろんその経済がね、冷え切っているという理由も往々にしてありますよ。まあということで、まあこのね、国債の金利を見ても分かる通りですね、まあ日本がね、デフォルトする、まあ財政破綻するということはありえません。でまあ MMT でもね、まあ実証されているようにですね。でもっと言ったらですね、まあ国債を発行し続けると、日本は破綻するというねことを未だに信じている方、財務省が、黒田総裁がね、日銀総裁が、自ら言ってますよ。はい。まあ国債発行をね、日本がどん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 しても自国通貨建ての国はデフォルトしないということを、日銀総裁が、もう白状しました。要は、財務省も白状したということですね。はい。だからそこに関しては、理論破綻しました。なので破綻したというか、まあもともと当たり前なんですけどね、まあデフォルトはしませんから自国通貨建てでは。まあそれね、未だに信じている方というのはね、もうそろそろね、変えた方がいいですよ。財務省も認めるぐらいになりましたからね。はい。ということでですね、まあ今回はね、ちょっと金利のね、部分の触りの部分ですけれども、まあここがしっかり分かるとですね、大体ですね、読み取れてくるかと思いますんで、金利というのは景気がいい時は上がってきます。で景気が冷えてる時は下がるということを、理解していただければなと思います。ということで、本日はこの辺で終わりたいと思います。面白かったなとかためになったなと思っていただければ、チャンネル登録の方よろしくお願いします。あとですね、まあ私船さんの公式ツイッターのアカウントも、同時にですね、フォローしていただけるとありがたいなと思います。概要欄に URL 貼ってますので、そちらから、お越しくださいませ。ということで、本日はこの辺で終わりたいと思います。バイバイ。